皆さんこんにちは、フクロウです。なんとですね、ウィッチズウェポンというゲームで、まあ、ガチャが、ね、先行リリースされるバグがあったようで、今ですね、まあ、6時30分くらいまでメンテナンスをするというね、表示が出ています。ちなみにガチャの対象にあったこの倍重っていうのはティア表で1与えられてる結構強いキャラなんで、まあ、ぜひね、天井まで回したいキャラかなと思いますね。なんですが今日ね、中国はメーデーらしいので、まあ、緊急招集はかわいそうだなと感じました。